はい、どうも陶芸家の青木亮太です。今回はね、丸の成形場、いつも石膏の型を作ってもらってる、まあ、自分の工房からすぐ5分ぐらいですよね、ここのとこにあって、もう世界一型が上手な安藤さんのとこにお邪魔しに来ました。今回は工房見学、工房っていうの、なんていうのこれ、工場見学をさせてもらいます。多分みんな石膏屋さんって多分行ったことないからわかんないと思うんで、ちょっと詳しく一から教えてもらいましょう。では安藤さんです。安藤正俊です。丸の成形所で20年近くやってます。20年。今おいくつでしたっけ？39。何歳からやってるんですか？19です。だいぶ若い頃から。じゃあちょっと案内してもらいましょうか。あ、お父さん何お父さん石膏歴何年なんですか？何だろうね。50何年。結構、まあそれぐらいですよね。じゃあ安藤さん、ちょっといろいろ説明してもらっていいですか？あれは何の作業をしてるんですか？今、ケースっていう石膏型を作る枠の中に流し込むっていう作業。ケース、今流し込んだのは何なんですか？これ白いのがこれ石膏。これが石膏です。石膏がまだ液体ですの状態の時に流し込んで30分ぐらいすると固まります。あ、こういう風になるってこと？はい。熱っ。今熱持ってますね。化学反応が起きてます。熱いねこれ。へー、出来たては熱い。熱いですね。このケースって何なんですか？ケースは型を増やすために、型の型ですね。あ、型を作るための型がケース、はい、こっちの石膏とは何か違うんですか？普通の石膏とは全然硬さと耐久性とすり減ってきたりするんで。じゃあケースはちょっと強い？かなり強いです。あ、かなり強い。かなり硬いです。けどケースでは型作らないんだ。ケースは硬いだけで吸水性、石膏がこれ水吸うんですけど、吸水性っていって石膏水を吸う性能がないです。あ、ないんだ。まあ多少あると思いますけど。あ、これで土をやってもくっついちゃうわけですね。全然使えない。使えないです。じゃあ成分が違うんですか、これは？こっちがコンクリート系のケースで、これ何やってるんですか？これ、これは軽量化ですかね。このここ全部石膏にしちゃうと重い。重たいので。本当突っ込んで軽くしてます。その技初めて見た。これ何、何の型なんですか、これ？お皿ですね。外が、外ごてって言われてる。外ごて。あ、じゃあここにどうやって作るの？あ、こっち側が金属です。はい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 。こういう隙間を作って、うん、金属との間に、うん、お皿の内側です。ふんふん。何型っていうんですか、これ？外ごて型らしい。ちょっと見てみますかね。あ、確かにここ埋まってたら重いですもんね。重いです。これでも結構重いもんね。外ごて型になります。青木ご飯じゃん。あ、今作ってくれてるんだ。はい、今作ってます、青木さんが。一つずつちょっと紹介してもらって。これは内ごて型です。これ内ごて型、これどうやって成形するんですか？これって、これは機械のダボにはまって、うん、この中に土が入ります。で、金属のコテでこう混んで押し込んで、そこで土が上がってきます、うんうん、均一になって。型とコテの隙間が製品の、こういう風に。あ、で下がどっちが吸引って回るんですか？いや、両方回ります。両方もあるんですけど、回転の差があるんで、うん、なんていうんですか、回転の差があるんで成形できるっていうか。まあ、逆回転ではないです。同じ方向。嘘。同じ方向に回転するんですけど、どっちかが速いってこと？どっちかが速くてどっちかが遅いんで、摩擦が起きて伸びるっていうこと。違う、伸びる。同じ回転数だったら成形できません。何もできないよね。潰してるだけなんで。逆回転だと思ってた。違うんだ。
はい、回転に差をつけます、上と下。これって結構いっぱい作るよね、これ。作ります。1回にいくつ作るんだっけ、これ。メーカーさんなんですけど、150回から300回ぐらいですか。あ、使える。あ、結構使えるんだね。で、1回につき大体これ60個とか作るんですか。そうですね。これが何ごてって言うんですか。あ、何型って言うんですか。内ごて型。内ごて型で、こっちが外ごて型。へー。じゃあ次、他の工程を紹介します。あれ何やってるんですか。これは今、もう石膏を流したんで、うん、そうするとカスがつきます。うん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 。このカスを一旦きれいに取ってるんですか。何を塗ってるんですか。水ですか。塗ってないです。あの布で拭いてるだけです。一旦きれい。あ、カスが抜けてない。まだ柔らかいんですか、これ。あ、ほんとぬるぬるまで。めっちゃ柔らかい、これ。これは何分後に取れるんですか、これは。もうあと5分ぐらいですか。へぇ、そうですね。一旦この外側を外します。うん、完全に離れるまでにも、もうあと15分ぐらい。じゃあ1日何個できるんですか、これ。1日何個できるんですか。調子いい時は18回180個。調子いい時。調子って何ですか。そう、自分の調子。石膏の肌の形状というか。はい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 、作りやすかったらがそれくらいいけるという。180個も作るんですか。調子いい時。調子いい時は180個作るみたい。だいぶ作れますね。あ、これ石鹸塗ってるやつ。はい、仮石鹸。懐かしいな。じゃあ次また教えてください、工程を。これ今何やってるの、これ。あ、これ金属外して。外して余分に持ってる石膏を平らにします。うん、おー、安定悪いんだ。あ、カタカタするから。これ何か、これ。これは裏に穴を開けます。はいはいはい、こういう風に。この穴は何の役割があるんですか。これはダボの中に型が入って、それ真空状態になるんです。ダボの中に入って、真空状態で下に引っ張る力ができます。あ、この穴も重要なんだ。吸います、ここから。この内側から空気が吸います。土と一緒に回っちゃうんで、うん、ないと。土を固定するためです、ここに。張り付かせるため。あ、だから吸うんだ、下からも。下から吸って、土が動かないように。すごい、知らなかった、これは。それがないと一緒に土が回っちゃって、成形できない。へぇ、しにくいとか、まあ、できなくてもですね。ないどこもあるんだ、これ、やらないところも。やらないところはほとんどないです。ないぐらい。はい。あ、まだ熱くないんだ、この時は。まだ熱くないです。まだ固まってないです。やっぱり。あ、今固まってる中。固まってる中です。へぇ。これは何の作業してるんですか、これ。これは、角がトントンなんで、手が痛いので。あ、そっち。手が痛いので取ります、角。あと、かけちゃうし。はい。あー、もう忙しいですね、これ。忙しいですよ。ここのコーナー結構忙しいですね。行ったり来たりで。忙しいです。これ何するんですか、これ。あれが石膏。これ石膏です。動力用の石膏です。硬いです。これ何体何とかってあるんですか。石膏1キロに対して水が 0.600g がベストなんだ。ベターって。ベターどれがいいってないんだもんね。メーカーさんによってやっぱりちょっと硬いのが好き。ああ。柔らかいといいことあるの。柔らかいと減りが早くて、ただ吸水性が高いんで。あ、そっか、その分スカスカになってるからか。あ、ロスが減る。あ、そっちの問題もあるんだ。これ何、これ何ですか、これ今やったの。今は真空化換気といいます。今、バケツの中に、うん、
石膏と水が入ってます。うん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 。で、今空気を抜きながら発汗して均一な石膏を作ってます。あ、普通に攪拌しちゃダメなんで、手でこうやって。そうすると空気がたくさん入るので、うん、型の表面に空気が、空気の穴が、穴がたくさんできます。ああ。あ、それでこれを使うんだ。これを使って、表面に、この中に空気が入ってないと。うん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 。そこ空気入っちゃうと、これ、箱に作って、あ、なんか土入れただけで土もブツブツになっちゃいますもんね。表面がブツブツに、もう製品が入った。できちゃうもんで、ね。こういうのはやっぱり石膏屋さんしか持ってないと。普通の陶芸家だったらもう手でこうやって切れる、混ぜるだけなんだけど。これすごいよね。真空でかけると、かかって。硬くなるんだ。硬くなります。へぇー。じゃあ、密度が高い。優秀だね、これ。これは真空加工なんですよ、今。これ何分ぐらいかかるんですか？約6分。6分。これ最新兵器。あ、もう作ってんの、今。あ、今動いてます。あ、すごいね。仕事してるの、これ。仕事してる。じゃあ、寝てる間も仕事してくれるんですか？はい、夜中。すごいね、これ。これ石膏？これ石膏ですよ。ん？石膏粉？今削ったカスが周りにあるんですけど、今完成したら払います。ん？わかんないですよ。完成形がイメージできない。これ作ります。すごくないこれ。そんな手で作るのめちゃくちゃ大変ですよ。まあできなくはないですけど。安藤さんならこれ余裕でできるけどね。もうこっちの方が綺麗です。あ、嘘、負けちゃう。負けます。そんなすごいのこれ。余裕で負けます。え、これ大変じゃん、これ作るの大変です。ねえ、これのがよろしくみたいな。2人で作って、うん、あとはじゃあ、あ、じゃあ新しいスタートみたいな感じ。そうですね。すごい。ちょっとこれ。厚みの調節できるのこれ。もちろんキャンプで。もうやばいよ。何これ作れるこれ。半年かかりそうだよね。これは何分ぐらいで？約10時間ぐらい。結構かかるんだよ。びっくりした。俺10分でできるのかなと思って。これ元々はどんな形なの？これくらいの？多分円柱です。円柱の石膏ブロック。嘘。映画の元の形。これが、これだって、マジでこれか？これがこれに。すごくない？え、キャドは、あ、ここで作ってんだ。あ、これ今データ送ってるだけです。今座標があります。え、キャドは安藤さんが作るの？僕が作る。え、キャドもできるの？やります。すごい。え、むちゃくちゃ難しいですよ。まあ、最初は。あ、まあ。全然関係ないぐらいだ。関係ないですね。知らない単語とか出るでしょ。私、単語調べて。で、ここまでできるようになったの？そう。これ、いつからやり始めたんですか？キャンプは、7年ぐらい。あ、これもやってたんだ。もともとやってて、で、最近やっと機械だった。無敵じゃん、これだったら。無敵ではないですよ。得意不得意あります。何が不得意なのキャドは？レリーフですか。ああ、細かいやつか。あー、手技が、ね、こういう均等なものにはいいよね。これ均等なものにはいいですね。じゃあ安藤さんに何スケッチを渡したら作ってくれるってこと？図面でもイラストレーターでも。あー、スケッチでいいですよ。で、持ってきて、はい、で、こんな感じですって一回図面をまた送り返ってくる。これくらいの積み入れの、キャノンデータ送ったら多分見れないと思うんで、ソフトも入ってないと見れない。あ、見れないんだ。ここに来て確認するみたいな。まあくる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 見るみたいな。へぇ、じゃあオーバルのお皿とかも作れるもんね。全然作れます。あ、じゃあこの前の四角皿とかあれとか余裕なんだよね。余裕です。あれ手で作ると大変じゃん。あれ大変ですね。こうカーブ出してさ、あれこそ綺麗に作れそうだね。あれこそ綺麗に作れますね。向いてますね、こういうの。向いてるね。あ、じゃあ、あれの大きいサイズ作ろうかな。じゃあ、またお願いしていきますか。はい。すごい、スーパーハイテクマシーン。
これ持ってる石膏屋さんっているんですか？多治見に1軒。ああ、これ、あ、このあこぐらいしかないよね。あそこ以外はちょっともう聞いたことないもん、これ無敵だよね、これは。じゃあ次、あっちの方紹介してもらっていいですか？ あと奥様です。キャンプファイヤーにも登場してたわけなんですけど、奥様は仕事、どういうのお手伝いしてるんですか？ニス塗りです。ニス塗り？あの、これ仕上げです。これここ、ダボがはまるんで摩擦で減ります。あ、そっか、回転するから減っちゃうと緩くなったりするんで、怪我ないように。ほんと？あ、なんか色ついてるんで、カミソリやってるんで、カミソリでプッチ削らないように硬くしてます。この部分は硬い。硬くなるんだ。爪でやると分かるんですけど、これとこれで削っていいのこれ。あ、ニスってあれ？もう色々あるんだね、石膏。実は2種類です。へぇ、違います。全然真逆、真逆っていうか、こっちは A9 っていう柔らかい石膏で、ガバ1本、はいはいはい、スープ1本、ミニ使いますね。あ、使い分けてんの、石膏、それって、はい、全然硬さ、吸水性が違います。あ、だからガバ1本、ミニ向いてると。よく、そうですね、よく水を吸うんで。まあ、そうですね、いいですね、そっちの方いい。こっちはあまり水が吸わないですけど、見た目一緒じゃん、これ。見た目一緒。硬いですね。硬いんだ。硬くて吸水性が低くて、摩耗性がある、減りにくい。あ、だからああいう、機械ろくろみたいなのに向いてるんだ。あ、そういう使い分けがあるんだ。ちょっとこれ見て、これ石膏ってこういうやつで、これ乾燥、うん、なん湿気に弱いんだっけ？湿気に弱いです。この出しっぱなしで大丈夫なんですか？あの、1日でなくなります。これがすごい使うね。はい、2杯ぐらいは多分使うんで。そんな使うの？はい、夕方にはないと思います。マジで、これ普通の陶芸家だったらこれ多分5年分ぐらいあるよね、これ。そんな使うの？はい、やばいね。じゃあ、安藤さんがやってる仕事ってのはガバ込み、ろくろ、圧力込み、圧力もやってます。もうほぼ全部だよね。そうですね。じゃあ石膏のことならもう何でもかんでもできますもん。最高のプロフェッショナル。けど自信持って言えるでしょ、それは。そうですね、はい。うん、何でも。何でしょう。これは石膏ろくろ。石膏を削るために。回転するだけですけど、ね、これは普通の陶芸のロクロとはまだ違うんですよね。パワーがあります。パワーがあるのと回転が速いです。速い、速い。で、今は何の作業するんですか？そこから今はマグカップの原型を削ってます。速いですね。遅いと、例えばこれ遅いとブレちゃうんですよ。今までに削れないんですよ。頭に速いです。これはマグカップの裏の玉を削るんですね。これは？これは、あ、これですか。これは海岸に削る道具は刃になってます。あ、刃がついてるんだ。刃がついてるんだ。はい、今から海岸に削る。今から。スピード調整するんですよ、これを。多少します。右側に表面が切れます。
もうめっちゃ、めっちゃ綺麗だったじゃん、今ので。そこまで。ツルツル、めっちゃ綺麗。それ何すか、これ多分ハンドペーパー。何本ですか、それ。で、240番。あ、結構荒いんだ。荒いですね。完成できましたって、すごい。この図面はあるんですか、これ。これの場合はサイズだけの指定なんで、図面まで直径いくつ、高さいくつ、ここいくつって数字だけです。そんなザクッとしたのでいいの。こんな設置とか図面から開けるの。これだいぶザクッとしてるよ、僕も。ザクッとしてる。このサイズが欲しかったんだ。え、ここのサイズも言われるの？あ、ここはスタッキングできるよね。あー、そういうやつか。はい、あ、アメリカっぽい感じ。そう、すごいいっぱい道具あるね。そうですね。これって工芸じゃ使わない道具なんですけど、これは使わない。使わない。見たことあるこれ。これ本当、石膏屋さんの道具。石膏屋さん、三角と呼ばれる刃物です。三角形の陶芸では使わない。あとこれも特徴的じゃん、これ。これ、針がついてるんですよね。あ、これ釘ですね。あ、釘なんだ。こっからまで行ってます。うん、え、どれが、この木が。え、この棒と、この釘は自分でつける。自分で釘打って、うん、切ります。あ、そうやって作ってるんだ。ちょっとこれ、使い方だけ教えてもらっていいですか。何に使うんですか、武器みたいじゃん、これ。これは壁に押し当てます。はい、壁に押し当てて、三角に尖った部分を刺します。あ、刺しちゃう。刺しちゃうんだ。ほう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 。で、ギュッと、ギュッと伸びます。で、固定する。で、固定して、こう、体で上下して、手がついてます。あ、手じゃないんだ、体で。手でこういうふうじゃない。あ、体でこう、はしっかり固定できる。あ、だからこっちこんな穴開いてるんだった。あーって、そうですね、三角で刺さって。これ安定して、もうブレないの。ブレない。これがブレると、これがブレます。ガタガタになっちゃう。ガタガタになります。難しいんだよね、これ。難しい。安藤さんにとっては簡単かしら。難しい、ほんと。表面ガタガタですよね。ガタ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 。一番初めて石膏をやった時に、最初にこの垂直のやつを何回も作らせる練習させられました。ああ、難しかったな。でも石膏嫌いになりそうだった。難しすぎて。でも難しいですか。難しい。そういう感覚は分かんないですね。分かんないよね。分かんないです。これ忘れました。これが石膏ろくろって言う。